金でボールを買いました。この間公園で同じボールをボーが見つけて一人で遊んでて、毎回その公園行くたびにこのボールを探すんですよ。なんで今日仕事帰りに100均に行ってきたんで、ついでに全く同じの買ってきたので遊んでいきたいと思います。ははは言って、朝ごはんに行ったらずっと取れへん。でもあの猫に、あ、手がかわいい。ボールこんなこと言ってる。これだった遊ばない。こういう大きいのだった。犬も大きいの方が好きです。自分も大きいから大きいのが好き。え、超冷静よ。人間がめっちゃ楽しんでるみたい。いるよね、人でもパスが回ってこない人。パス待ち。目で追いかけてる。まさか今だった。Thank you.
お疲れ様でした。